ました。皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。今回は石川県金沢駅から北陸本線で40分ほど離れた阿波津駅が最寄り駅となっている小松大谷高校へやってまいりました。少し高台なところに校舎はありますが、10年ほど前に建て替えられた綺麗な校舎や2つの体育館、さらには広大なグラウンドと素晴らしい環境が整う小松大谷。2021年には石川代表として甲子園へ出場、校名の北陸大谷時代を含めても2度目の出場、現校名では初となる甲子園へ出場を果たし、この夏は大会連覇、2年連続3度目の甲子園を目指して夏を戦っています。そんな小松大谷の主力選手はもちろん、気になる寮の中にも特別にお邪魔させていただきました。今回の動画を見れば小松大谷の魅力が伝わるかと思いますので、最後までぜひご覧ください。まずは気になる寮生活の模様からお伝えしたいと思います。学校から数キロ離れた場所に小松大谷の寮があります。他の部活動も使っている寮で、アパートのようなところで選手たちは暮らしています。今回は特別にチームの主将であり、大阪から石川へやってきた横浜主将の部屋にご案内いただき、選手たちの暮らしぶりに迫りました。一部屋で3人が一緒に暮らせるように作られており、一人の部屋の広さは5、6畳ほどの広さとなっています。部屋の中には風呂場、台所もあるので、ルームメイトと共同で使っています。料理の方はいかがですか？は、まあ、難しいんですけど、まあ、いろいろ試したりできるんで、まあ、今後の生活に生きていくんで、まあ、自分の将来のためにはなると思うんで、そこも自分たち楽しんで全員で共同してやっています。続いてはこうした環境で成長してきた選手たちを一挙に紹介したいと思います。まずは2021年の甲子園を経験したメンバーが残っている野手陣からです。続いては投手陣です。豊富な投手層の中でも注目は左右のダブルエースです。先ほど紹介した4選手、そして横浜主将をはじめ、日々切磋琢磨して成長する小松大谷ですが、練習模様を見ていると、試合を想定した非常に効率いい練習だということに気がつきました。その最たる練習が、練習冒頭に実施するベースランニングです。よくあるベースランニングの光景は、1箇所に並んで打席でスイングしてからダッシュ、というものだと思いますが、小松大谷は違います。少し前からゴムボールをピッチャーが投げて、打席に立つ選手は打ちます。横に並ぶ2人もタイミングを合わせてスイングし、打球が前へ飛べば走ります。一方、塁上の走者は打球判断でスタートを切ることはもちろんのこと、投球が
ワンバウンドになってもスタートを切るなど、試合を意識したベースランニングになっています。この日はヒッティングでしたが、バントでやることもあるとのことです。どちらのパターンでも、新チーム発足時やオフシーズン、さらに大会前、大会中と、どの時期に取り入れても効果の大きいメニューではないでしょうか。その後のシートノックでも、取材日はランナーをつけた実戦形式で行われましたが、こうした試合を想定して選手自ら考えてプレーすることを、2021年のチームから自然と力を注いできたとのことです。社会人野球を経験されている指揮官、西野監督にとっても、そうした選手たちの能力を伸ばすことを大事に指導されているそうなので、非常にマッチしていると言っていいでしょう。この夏、小松大谷が唯一挑戦できる石川大会の連覇。ここは、もちろん選手たちの中でも意識してきたそうですが、さらに強まったのは、春季大会の準決勝。金沢戦で自分たちから崩れて出ぶれたことが大きいと言います。始まった時から2年続く3回目っていうのは必ず取ろうっていうふうに言ってたので、そこは必ず2年連続3回目チームで取ろうっていうふうに言ってます。そのために避けて通れないのは星稜や日本航空石川といった石川の強豪たち。そこに勝って甲子園に行くための要素としてチーム力で戦うことだと西野監督は話されていましたが、選手たちも感じられていました。やっぱ星稜航空を倒さないと、やっぱ自分たちは甲子園に近づけないと思うので、そこをそのチームよりもやっぱ意識長くやっていかないと、力では負けると思うので、チームワークをしっかり勝ち切るようにという話をします。初戦の金沢龍谷戦では6対1で勝利した小松大谷は17日に3回戦を迎えます。最後はチームを代表して石川大会でも選手宣誓を務められた横浜主将に意気込みを語っていただきました。まあ、どこのチームも、まあ、熱く燃えて戦ってくると思うんですけど、まあ、どこが相手であっても自分たちのやることは変わらないと思うので、その自分たちが今できることっていうのを全力でやりきり、必ず2連続3回目を達成したいと思います。ということで今回は小松大谷を特集しました。今回はご協力いただきありがとうございました。最後にお知らせです。高校野球 .com YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。インディゴコンディショニングハウスの上栗です。この度株式会社完全さんから5月23日に球速向上プログラムという書籍を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。こんな感じの本ですね。全ページ252ページあるんですけども、オール写真でカラーになっていて、とても分かりやすい内容になっていると思います。ピッチャーがどういう風にして球速を上げていくのか、そのメカニズムとドリルとトレーニングを本と動画でその概要を解説してあります。メカニズムと投球フォームを完成させるドリルと、そして球速をより向上させるためのトレーニングの一貫したプログラムを今回この本で、まあ、皆さんこういうふうに、写真で分かりやすく説明してあります。難しい言葉のところは動画で解説をつけてます。ぜひ皆さんこの本を読んでいただいて、手に取っていただいて、この速いマウンドから投球フォームを作って速い球を投げるっていうことをやってみてください。よろしくお願いします。